お前たちの中に鬼がいるは梅原亮が個人出版で販売した電子書籍小説及び主婦の友者から書籍と電子書籍が刊行された同名の増語改訂版。作者の梅原亮は高校生の頃から作家志望で本作は作者が書いた6つ目の作品であり大学生だった2005年から1年半かけて執筆された。 日本ホラー小説大賞に応募したものの落選する。2012年12月に Amazon の電子書籍個人出版プラットフォームである KDP 日本版において発売した。翌2013年の3月から7月にかけ、一般書籍の電子版に混じりコンスタントに、Kindle 売り上げランキング上位100位内を維持。KDP 発の個人出版作としては2013年。 紙機の最多販売部数電子書籍となり、2013年11月に主婦の友社からの書籍化された。ペンネームの梅原はプロゲーマーの梅原大吾に由来している。amazon.co.jp の個人出版プラットフォーム KDP で、著者本人が個人出版として刊行した。刊行年月日は2012年12月15日。 表紙は、著者自身が19世紀の画家アドルフ・モンティセリの風景画を加工して使用。舞台となる、現代は、原著執筆当時の2005年となっていた。キャラクターのファッションも一部商業版とは異なる。朝倉かな子は、襟足の一箇所が金色で肩まで伸びた、ショートカット、藍色のニットパーカー、ダメージの入ったジーンズとなっており、中原ルカは、チューリップハットをかぶり、 ベルクロのスニーカーを履いていた。増語改訂版となる商業出版バージョンの刊行に伴い販売終了済み。ストーリー上の矛盾や描写に関する不整合が修正されたほか、現代が商業出版時の2013年になるなど、時代設定が改められるなど、時間軸も一部変更されている。また、本編より前の時代を描いた前日短。 1993年が収録された。ありがとうございます。